悪魔。それは人間誰しもが心に宿し、体内に飼っている魔物。今、一人の男が悪魔と契約する。契約成立。みんなまとめて俺ペガサウスだもんね。悪魔と契約した男、はいはい、いいから俺に五十嵐一輝。そして、はいはい、一輝の体に巣くう悪魔バイス。入ればいいんでしょ。おやすみ。一輝に行くぜ。変身。バイスよろしく。いくぜバイス。で、あっちがリヴァイです。あ、ちょっと待って。一輝が仮面ライダーリヴァイへ変身することで、バイスも仮面ライダーへと姿を変える。まさに一人で二人の仮面ライダーリヴァイス。仮面ライダーリヴァイスの物語が今動き出す。昭和の香りが残る銭湯、幸せ湯。そこを経営するのが幸せいっぱいの5人家族、五十嵐一家である。リヴァイとバイスに立ちはだかるのは悪魔崇拝組織デッドマンズ。バイス担当を悪用することで悪魔を生み出し、全ての悪魔の始祖であるギフを現代に蘇らせるのが目的である。そしてデッドマンズに対抗するのが政府特務機関フェニックス。ライダーシステムを開発し、デッドマンズ殲滅を目指す。悪魔を持って悪魔を制しましょう。悪魔と契約し、大切な家族を守るために戦い続けるリヴァイ。一輝との契約により仮面ライダーとして実体化し、思うがままに暴れまくるバイス。決まった。仮面ライダーリヴァイスの戦いが今始まる。ふっ、湧いてきたぜ。次なる50年へ。9月5日日曜午前9時、仮面ライダーの歴史はさらなる進化を遂げる。ウェー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 。